はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルキラー吉影編休業、こちらのフロア6ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー黒キラーですね。とどめの一撃、血管心の結界ですね。必ず仕留めてくれよう、アイテムブレイクを使っています。続いて、バイスケじゃないです、金スケですね。湧き上がる鮮度を波紋の中、完全生物をつけています。続いてリースケですね。モノクロ、ディメンション、産物、見してやるをつけています。そしてこちらがバイスケですね。同志、俺が戦うぜ、フルスロットル、生命時期を使っております。ジョウスケ違いを起こさないように頑張ります。そしてリンクスキルは、インヤバーですね、つけてます。そしてフレンドは時計太郎ですね。時計太郎を連れていきます。では参ります。鬼門はジョウスケ違いですね。ジョウスケ違いさえ起こさなければなんとかなるはずです。では行きましょう。レイジーダイヤモンドスコーンで、うまいこと来てくれました。さあ時計太郎がお亡くなりいたしました。続いて、CS ですね。 CS です。リースケ CS です。スコーンと抜けていきます。はい、倒せました。続いて場所ですね。うん、大丈夫ですね、これなら大丈夫。そしてディースケ、これ死んでしまわないか、大丈夫か、ないでしょう。さあこれであとは回復瓶を誰かが取ってくれるのを待つだけですが、誰にも当たらない、誰にも当たらない。回復瓶を取ってほしいけど、これは誰も動きそうにないですね。ちょっと動いてもらうようにしたんですけど、これは無理っぽいな。回復瓶が邪魔をしております。まさかこんなことで倒されるとは思わなかったです。回復瓶に泣いてしまいました。回復瓶でここまで泣かされるとは思ってなませんでした。さあ行きましょう。まあ、ディースケがいるのでディースケで勝利です。スコーンと行きましょう。回復瓶で泣いてしまいました。あ、この後はね簡単にいけるのでささっとやっちゃいましょう。はい、続いてタルカスが降ってきました。まあ、タルカスはね、まあ、一応ミスったら嫌なので CS ですね。 CS 行っておきましょう。うん、CS で良かったような気がします。打ち抜きます。良かったです。アイテムディフェンスでしたね、やはり勝手に想像せずに やらなくて良かったです。さあ今度はキラー君が動いていきます。さあこれで用事は終わりました。キラー吉影の用事は終わりました。マニシボーイを倒してくれるだけが、倒すことだけがキラの存在意義です。かわいそうだね、そういう言い方って。まあしょうがないです。はい、ディオ以外は倒せたので、次はディオで倒します。産物が乗ってるのでもう怖くはないです。はい、倒せました。続いては一応はですね、
ディメンションで倒せるんですが、まあいいでしょう。はい、倒せました。続いて第3ラウンドですね。第3ラウンド、ここもねリースケで倒していきましょう。スコーンと倒していきます。ここもリースケの CS で倒していきます。スコーンと倒していきます。ここもね打ってきました。ここはですね、どうしようかなという感じですが、まあね、これでは倒せそうにもないので、バイスケ CS でいきましょう。アイテム処理していきましょう。回復瓶の問題がありましたね。回復瓶の問題がありましたけども、まあ、なんとか3ゲージは増えていってますね。あ、倒せましたね。よかったです。倒せました。さあ続いてはもうリースケで全部倒していきましょう。バニアイス祭りです。なぜキラが動く、よくわかんないな。当たったんですかね、バニラアイスに。さあ倒していきましょう。ディースケで CS で倒していきます。ドドドドドン、取り囲みがになりました。さあ続いても暗黒バニラがですね打ってまいりました。暗黒じゃないですね、これエキスパバニラですね。エキスパバニラが降ってきました。暗黒空間には入ってましたよね。さあこれでバニラ連戦は終わりです。続いて第5ラウンドですね。第5ラウンドは、CS ですね。 CS をしていきましょう。ここはですね、私の場合は特殊になっていきます。まずは走り抜けます。走り抜けます。イギーは今倒れて、まだアブドゥルが倒されてない、アブドゥルが倒されてない、アブドゥルが倒してたので CS です。生命事件のおかげでね、かなり、走れるのでこういうことができますね。ゲージを奪われてしまう。まあゲージを奪われたとしてもね、気にやむことなくディメンションです。ここも気にやむことなくディメンションです。ゲージ完全吸われてしまいましたが、打ってきたのがまあアイテムディフェンスなんですけどね、バイスケがいるので難なく処理できます。おっと、回復瓶があるのを忘れてた。回復瓶の存在がある、回復瓶の存在がある、これを忘れて、おっと取れましたね。回復瓶取れました、回復瓶取れました。これだと大丈夫です。もう倒せましたね。よかったです。もう本当にって感じです。いや、よかった。さあ最終ラウンドですね。最終ラウンドはいきなりチャリがね走ってきます。チャリコウイチが走っています。まあここはねディースケで行こうと思ったが掴まれている。これはどうにかしたいですね。まあしょうがないのでバイスケで行きましょう。急に闘志を湧いてもらいましょう。ディースケでね、本当は打ち抜きたかったんですけどね。こればっかりはしょうがないですね。さあこれでゲージは吸われるはずなので、
全開符のゲージを吸われてます。ここは素直に攻撃していきましょう。あとは30ヒットにならないように気をつけます。さあリースケがねいい位置にいるのでやっていきましょう。これでまあ死ぬことはないので安心して見ていきますね。まあちょっとで走りながら倒していきましょう。ゲージは増えるかな。ゲージは増えませんね。増えません。まあでも産物が重なったということでなんとかなるはずです。これでまた産物が重なったので本当になんとかなりそうです。さあそしてキラーヨシカゲが襲ってきます。これでリースケが倒されるかと思ったけど大丈夫なのでまずはバイスケでなるべく体力を削っていきましょう。バイスケで体力を相手の体力を削っていく。さあ今度は、ロハン先生がね倒せるかねという感じですが、ロハン先生倒せたのでリースケを少し回復しながらいきましょう。もうあとはね、自然と倒せるので、はい倒せました。もう最後のキラーだけですね。まあ楽ですね。はい、無事倒すことができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイム。